ペカンは、クルミカの落葉香木及びその種ざね、ナッツ類。英名の、ピーカンの異なる読み方から、ピーカン、ピカンとも呼ばれる。脂肪分の多いナッツが取れることから、俗に、バターの木と呼ばれる。ペカンヒッコリーとも呼ばれる。アメリカが衆国テキサス州の周期である、水はけの良い土壌、湿潤で夏冬がはっきり分かれている気候など、最適の環境であれば、 樹高30メートル程度まで成長する。強風など外部からのダメージに弱く、乱暴に収穫すると、若い枝は傷んでしまう。同じ木に、ーユーの花がたくさんつくが、自家受粉は滅多にしない。植えて6から10年程度で実をつけるようになり、200年は収益を得られると言われる。アメリカ南東部には、樹齢千年を超えるペカンの木が何本も残っている。果実は、 長さ約4センチメートルの長大円形。9から10月に果実が成熟すると果肉が裂け、外種皮に包まれた種子が落下する。この外種皮は薄く、手で容易に割ることができ、この中の胚乳を食用とする。ペカンの品種として、カーチス、サクセス、シュレイ、スチュアート、マネーメーカーなどが知られる。米国中西部ミシシッピ川流域からメキシコ東部原産。 オクラホマ州が主要な産地であるが、自然分布から外れたニューメキシコ州南部やテキサス州西部の乾燥地帯でも、灌漑栽培されている。日本には大正時代の初期に輸入された。1979年時点で、山梨県、長野県、静岡県、岡山県、徳島県、香川県、福岡県などで栽培されていた。ただし、いずれも生産量は多くない。 なお、東京都人大植物公園には、ペカンの木がある。ペカンナッツは、ナッツ類の中でも、脂肪の割合が多いことで知られており、全体の約72%が脂質で、タンパク質は約11%、糖質は約10%である。この脂質の含有量は、クルミやピーナッツなどよりも多く、ほぼ、マカダミアナッツと同じくらいの割合である。 味はクルミに似ているが苦味が少ない。アメリカ建国以前の先住民との交易では、毛皮と交換されるほどの価値があった。アメリカではピーナッツに次いで人気のあるナッツで、世界消費の8割はアメリカで生産される。ペカンの殻は、本来光沢はないが、商品流通しているペカンは、出荷前に研磨機で殻を磨いて、光沢を出している。生、または軽くいって、 酒の魚としたり、サラダに加えたり、炒め物に加えたりもする。さらに、生果材料としても使用され、クッキーやケーキなどに加えられたりすることがあるほか、ペカンパンやプラリネ、ペカンナッツをチョコレートやキャラメルで包んだ菓子も作られる。作油した油は植物油としても用いられる。ありがとうございます。